皆さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。4キュッパのお解読ゲーム実況プレイ、始めるよ。ニューゲームでスタートです。秩序もなく安らぎもないとある世界、君模様が跋扈し、人々の命は危機に瀕し、一人のとてつもない力を持つ勇者が立ち上がる、奇想天外な戦歴が、始まる。録画前、試しに2時間ほどプレイしてます。ちょっと左下、見栄え悪すぎんよ。じゃ、剣消しましょうねー。どうかな？おっと、字幕はこっちか。これで違和感ないですかねー。右のスペース虚しい。虚しくない？じゃあ、適当にこんなものを。嘘？この画面構成。デジャビューならいっそ。わあ、ビームシステムへ。というわけで、改めてよろしくお願いいたします。挨拶したそばから体力残り2割じゃないか。たまげたなー。この課長員のリアキ、精神的動揺による操作ミスしかない、と思っていただこう。武器変更もたついてんよ。武器をチェンジしつつ、さらに各武器2通りの攻撃軌道を使い分けるのです。なお、攻撃軌道による威力の差はない模様。ああ、遠距離武器気持ちいいんじゃー。さっきこそこそ取ってた宝も気になりますが、まずは回復を。おい、回復。ここの操作中、針山に埋まったコインを見てモヤモヤし、ああ、余計なこと考えてるから。針は別に一撃死ではありません。体力ゲージに溶けよう。まあまだ序の口。気を取り直して拾った宝の確認を。おい、確認はよ。まあいい。落とした金の回収に。行くぞ！ダークソウルの結婚システムを思い出しますね。2Dゲームで言えばショベルナイトも。ちなみにどちらも動画勢です。やっぱ、遠距離武器を。最高やな。しかしこのキー設定、なかなか慣れません。挙動不審プレイでお送りしています。キーコンフィグ実装してくれよな、頼むよ。お金回収まで倍速します。ところで、最初に宝箱から入手したのは兜です。4分15秒あたりで思い出します。もう等速にするのか。さっさと落とした財布回収し、体力に溶けっつっただろうらーん。お勇者よ、なんと情けない。もはやそなたには倍速すら生ぬるい。3倍速だ。ほら急ぐんだよー。ただし金はちゃんと稼いでな。あ、私の頭上のヘルプやらロゴやら、次回はちゃんと消えてます。巾着回収OK。だがその後の処理、てめえはダメだ。3倍速ワンモア。よしよしよし、回復思い出した。完全にケツの引けた剣ですが撃破。さあここから。まず垂直ジャンプをします。そして飛びます。ケツ血まみれだー。前プレイで攻撃してみましたが、この移動歯車は無敵のようです。おい最後、ノーダメでいけたよね。命はある。ならばよし、第二宝箱。鎧取ったどう？ここで第一宝箱の記憶が蘇る。まとめて装備して、どうぞ。インベントリを開いてポーズ状態にならないのも、ダークソウルやネトゲ風ですね。着替え完了、どんどん進むぞ。って言ってるそばからなんだよ。気を取り直して参りましょう。よし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 、中間地点、まずセーブ。レベル上げてステフにもしましょうねー。録画前プレイでレベル13まで育てましたが、レベル1に比べ明らかに違う、とまでは実感できてません。レベルは、4でいいかな。
残金で俺、商人からサブ武器買うんだ。捨ては前プレイでガン無視してたスタミナに全振りしてみます。極端から極端へ走る。潜水忍ぶかな？どう？イメージの減り方、変わってそう？微妙。そもそも現状そんなに連撃しないし、ダクソみたいに移動でスタミナ消費もないし。悲しみを怒りに変え、いざ前進。この程度誤差だよ誤差。さて、発売から約1ヶ月半のこのゲーム、ニコニコでタイトルを検索にかけたところ、ヒット件数は、7件でした。すべてバイオハザードでした。両すべではちゃんとプレイ動画が見つかりました。個人的にはかなり気に入ってるのですが、いつかビッグウェーブ来る？まずはプレイが上手くなりたいと思った。この先、苦手モブがいるので2割増しで挙動不振です。出た。この幽霊。こいつもムブを、ブロックはミスるもミリで耐えた。これ、装備のおかげかな。何も言うことはない。初のまともなブロック。早出しが肝心の模様。なお、さっきのブロックはまぐれだった模様。ちょ、おま。頭隠して尻隠さず。タイミングとヒットアングル、ブロックにはどっちも重要って、はっきりわかんだね。どうした？心折れた？脳内反省会中だったようです。なお、期待は禁物。要は回復と回避、攻撃より防御意識。ここ、メニュー開くとキャラ動かないんだけど。ま、全部アンチに置いてあるに決まってるよな、気にしない？操作周りの気になるところタタですが、ドット絵や雰囲気、とてもいい感じ。スチームで PV を見て、そっかい余裕でした。投稿日現在、ハロウィンセールで 30% オフ、348円です。おいいいい、今の判定ギアリ、ブロックのタイミング、角度、合格点だったでしょうか。うわロストするならレベル上げに使い切ればよかったでしょ。そもそもジャンプ回避で済む場面ですが、録画前プレイから、ブロック使わないもんけは死んで、どうぞ、という制作サイドのねっとりとした撮影を肌に感じ、積極的に発動しています。幽霊には極力ジャンプは縛っていき、見間違いかな、幽霊には見間違いじゃないね。すぐ状況に流される次男坊タイプだって、はっきりわかんだね。おっと、新手のクリーチャー。威嚇してないでさっさと倒して、どうぞ。おっとこれは見事、ブロック&アタック炸裂。ブロック成功後のスーパーアーマーで敵の2撃目を無効化しつつ、マルチショットカウンターを叩き込む。まあ、こんなものだろう。このまま波に乗っていけるか？このハンマーもブロック可能です。頑張れ。オス行商のアンちゃん、何回石なある？さっきのロストがなきゃ、ちょびっとだけ武器強化できたんだけど、とりあえずナイフ購入。爆弾買いたかったなぁ。準備完了、先はまだ長い。弓ばっか使うのもあれだし、せっかく買ったナイフ、使ってみるかな。あ、ボス、もう来ちゃった。逃げるんだ、勝てるわけがないよ。録画前プレイでは、一戦して即挫折し、他のステージを巡ってました。逆に考えるんだ。落ちにちょうどいいさと。大丈夫だ。問題ない。
本日ラストバトル、アンデッドドラゴン戦です。開幕タックル、4割持ってかれた、あと2でスクラウトする。タックル読み外れる、言ってたのは奇跡だがすでに絶望。しかしここで最後のポーション、衝撃波間に合った、耐えた、どうする。オッケー、これは見てから回避余裕。ここでナイスブロック、読みが的中。噛みつき攻撃、この距離なら無意味、でも怖い。ボス戦はスタミナ消費激しいぞ、さっきのステフリが生きてる可能性ビレゾン。再びブロック、驚愕の際、割り切り作戦功を奏したか、ボスエイキ。やっぱりダメでした。というわけで今回はここまでです。ボスの体力、かなり削れてましたね。戦闘中は気づきませんでした。次回、少し鍛えて再チャレンジしちゃう？それでは、ご視聴ありがとうございました。また会おう。あ。2週間ぶり、これプレイしてる日本人何人いる？なゲーム実況第2回、始めるよ。前回の動画、たくさんのコメント。ありがとうございました。今後もマイペースに疾走してまいります。さて、現在ステージセレクト中。全8ステージのうち、最終ステージ以外は好きな順でプレイして、どうぞ。だが今日は、前回ステージにリベンジと、行くぞ！今回は録画前に3時間プレイし、操作テクは並の人間レベルに進化。さらにゲームパッド完備ときた。アドバイスに来たち、ありがとなす。アドバンテージ揃いすぎー、もはやユミ。存在など不要だ。ガバアクション良さようなら、サクサクプレイよこんにちは。はははは、モブがゴミのようだ、どんどんほふっちゃうぞ。あ？なんでなんで？別データで無双してたやん、装備と、の、に過ぎなかったの？まるで成長していなかったんや。でも受け入れなきゃ。ゲモッド、録画ソフトの不調かな？しばらくお待ちください。現実おかしい、パッド設定のせいだルルを、とかあがく姿は見えなかった。いいですね。お、割と早く戻ってきました。では、改めて頑張ってまいりましょう。キー設定は二次要素。下手なプレイの原因は、プレイが下手なせい。はっきりわかんだね。剣は鞘にそっとし、現実に見合った戦法へ。そのための弓、あとそのための無限や。悔しい、でも恐怖感じちゃうビクビク。ビビりすぎなんだよな。流れ弾に当たるの好きなんすねー。命の危険はなさそうなので倍速。ちなみにミリワクくん、動画前半はコメント返信欄みたいなもんやし。あ、そうだ、ここで一つジャンプについて変な仕様をご紹介。おお、わかりづらいわかりづらい。敵を片付けた後ワンモア。オッケー、行くぞ、見とけよ見とけよ。さあ見とけよ見とけよ。どう？伝わりそう？踏み外した一瞬、ジャンプ流よ。申し訳ないが NG、 2回は NG。下手さは十分伝わってるから、ちゃんとバグ紹介してくれよな、頼むよ。録画を気にしすぎなんだよな。知識過剰なんじゃないか。また切れ字か、壊れるな。では中間地点まで3倍速です。道中は前より安定していると思います。さあ、楽しい捨て振りの時間だよ。もうスタミナなんて無視だ無視、今回は防御に振りますよ、フルフル。行きたいからね。後ほどショップでファイアッタ使うつもりで、お金を残します。不足分は道中雑魚買って稼ぎましょ。1枚100円の金玉が出ればすぐ溜まります。
おや、今ダメージを受けたのに HP バーが減らなかったぞ。レベルアップの直後に時々あるようです。ママ、大事なし。3倍速いきます。今一番ホットなバグ疑惑は、公式 PV 中のブグがゲーム内で入手不能というもの。ちゃんと探せば隠し宝箱があるって信じたい。信じていい？まあ全体的に好きやし、遊べるバグもあるしトントンやな。ではジャンプ挙動でまた一つ紹介。またクソ地味だからもう見なくていいぞ。記事2段ジャンプ、あと1回付き合ってあげて。うむ、一応空中で飛んでます。パパパッと紹介して、終わり、3倍速。他に壁蹴りなども見つかってますが、この録画時は気づいていません。ショック到着、お金は十分。予定通りファイアに使うぞ。今回はジェムがあるので、武器強化もしましょ。ファイアはこの後のボス戦で使ってみます。公式プブでなんかそういう戦い方をしていたので。武器はどれを強化するかって、もちろん弓。準備は完璧、ボス前まで倍速します。ところでポーションの数を見てくれ。こいつをどう思う？もうデスルーラしたくなりますよ。ここへ来てようやく左下に気づきます。遅すぎー。ではボス戦リベンジその1、いざ参る。お願いします。開幕タックルは食らうところまでがデフォ。ま、スペース差ですわ。見切りに徹し、事前に経験を生かすぞ。別プレイでも見たことなかったです。避けづらそう？とりあえずボス前まで。今度はファイア装備もバッチし、2戦目。行くぞ！さっきの攻撃に注意しましょう。ではファイアスペルの威力、取ったんよ。微妙。ママ、体の届きそうなレンジやよし。だがしかし弾丸数6。削りきれなくない？ポーションの2個下？これファイアだけ消費して倒せない展開？とプレイヤーも悟ったもよ。ファイア温存に走る。とここで謎のジャンプ、怯えで幻覚を見たか？タッチに構えたちがずっぷり。またこれか。さてどうすっかな俺。ケツから矢を射るとはたまげたな。はい、すっごいバグ鑑賞会。またカット&倍速。ボスまでの道のりはもう安定で見どころなし。途中のファッキン無敵モブも華麗にかわしています。証拠要素はありません。弓も強化強化、と思ったら4ジェム必要。サブ武器もジレッタイファイアはやめ、前回購入後空気だったナイフを買い足します。ほんじゃ装備シーンは飛ばしつつ、3度目の決戦。行くぞ！やべえよやべえよ。どうすんのこれ。これがわからない。ぬわあ、なんだよこれもう。いきなりなんなのよさ、ここまで順調だったじゃん。あ、そうだ。これがナイフです。まだ発射シーンをお見せしていなか。そんな場合じゃねえだルルを。いい加減にしろ。ふう、マップ脱出しかないか。お財布ちゃん、さよならなのだ。今回初ロストがバグのせいとかひどすぎんよ。ま、こういうゲームだから、気落ちせず。さ、次やりましょう。中間地点で1レベル上げて、防御に振ったぞ。ジェムあるし、弓もレベル3いっちゃうか。しかし心の中で別のささやきが。金全米が苦笑いする分不相応な縛り。ああやっちゃったぜ。なぜか剣を強化。インファイトでの短期決戦狙い。ポーションの温存状態いいし、いろいろ試しましょう。4戦目参る。ナイフばらまくぞこの野郎。ん？ファイアよりプールタイム短いけど。変わんないぞこれ。そろそろ僕を使いなよ。
何この気配。ひ、なんか迫ってくる。飲み物を粗末にするクソまんじゅうは追い払ったよ。ここからは僕が実況するね。え、あれ、なんでこんな道中を晒すのかな。まあ、そういうことだよね。あれ、また道中だよ。今度はバグ紹介かな。違ったね。お財布と再会したところで、爆弾を買うよ。横方向の射程は短いからクッソチキンナウプ虫には向いてないけど、いろいろ試してみるよ。さあ、ボスだよ。どうしたの？ここで特殊壁蹴りに気づいたみたいだね。戦いたくないでござる。手だだこ寝てるようにしか見えないね。さあ、今度こそ行こうか。なにこの音楽？バカ野郎、お前そんなんでボス戦実況できるか。お前まずはこの投石、新人の演技で感じ回避できない、攻撃に気を取られすぎるな。地震回避、ポーション拘束ギリギリ解除。カラちゃん実験だぞ、地震より外れた楽器はある。マイクブロック、カスタンハローパリングは体で覚えた。なろうしタックル読めるか。そんなもん、どの攻撃も食らう猶予与えつつ。アート時、形勢を決めるゴムスローは壁と熱烈質。そう、ブロックにこだわるな。かわせ、チャンスタイム、落ちるよ。逆にブームが刺さる。お互い虫の位置、ここは奪還した。危なかったー、かわいしまい。よく見た、ここは連続攻撃が続く。開始、賢者タイム入ったボスにとどめをぶち込んで差し上げろ。やりましたー。しかし上向いてはいけない。お宝を速攻でおじくに返さなきゃ。 OK、 回収完了。やったぜー。いや、続きますよ。なんとか最初のボスが撃破できて、わしゃほっとしたよ。次回からは、1パートにつき1ステージクリアを目指したいです。次は城か火山のどちらかを攻略予定です。次こそはプレイスキルを上げてくるぞ。それではご視聴、ありがとうございました。また会おう。ボス難度急落。盛り下がりをホモの力でごまかすゲーム実況第3回、始まるよ。え、カブトクッソダサい。じゃあ脱いでやるか。こやもう見せらんねえな。やっぱかぶりますよ。かぶるかぶる。さて、前回は死闘の果てに臭そうなボスを撃破しました。次どうすっかなー。お、隣の縄文。お、開いてんじゃん。じゃあ城攻めといきましょ。行くぞ。さて、攻略ステージをここに定めた理由ですが、まずうちさ、屋上もあんだけど、やりてかな。まずは壁蹴り。もう一技。これ、頭天井にゴスゴス。まんま天ゴスとでも呼んどきましょ。と紹介はいいけど、また装備のこと忘れてるんだよな。録画10秒前まで覚えてたのに。怖いなぁ、ノートレスとこ。まあさておき、このステージを選んだ理由、というか今後のステージ攻略方針ですが、入手装備が徐々にグレードアップする順でプレイ予定です。使用上は、強武器最速入手からの蹂躙プレイ、野獣とかしたゆっくり、も可能ですが、本動画は、じわじわ強くなるスタイルを採用します。このステージでは、剣、鎧、兜、それぞれ今より1グレード強いのが取れるぞ。城の中になぜ魚がいるのか。もしや城の外？このステージ。そうかもしれん。ちなみにこの魚、水面付近では当たり判定が消えます。高めの位置で攻撃する必要あり。初見の時、無敵と勘違いしてたんだよな。金金金。大金か金か、冷えてっか。この砲台、メイン武器じゃ届かないね。小屋前回買ったナイフを使うしかない。と思っていたのか。疑似二段ジャンプを駆使して倒してやるぜー。あと何時間ぐらいかしら。3年後。ふん、雑魚か。今後も当然の権利のように、こういう拡散用もレチンコが出てきます。
かしより注力すべきは、新モブへの対処でしょうで言っても2体も荒れているじゃないですか。やだ。赤ローブは時短装填前に倒し一撃離脱。骨野郎は間合いを開ければ安全。互いの弱点をカバーし合う配置。うほ、いいコンビ。こいつらホモですね、間違いない。聞こえてたぜ、そこに。あらお、中間地点見えたね。このステージは合計2箇所あります。ここまでスタミナ防御として振りしてきたけど、次は違うの上げましょ。じゃレベル上げ終わるまで加速。全額投入。思うより迅速に処理するため、素早さにポイント注入。歩きスピードの変化、お分かりだろうか。体感だとそこそこ違います。よしよしよし、ノーダメ。いいぞこれ。早速テンゴスカス。ダメージはノーカン。不正はなかった。今回初トレジャー、伊賀光の速さで装備。忘れてた、腕は装備も合わせて。効果は HP10% アップ。あー、この強くなってく感、心がぴょんぴょんするんじゃ。ゆっくり。え、なに、なんか緊急？何か忘れているぞ。は、そうだった。キャラに合わせてお着替えやでー。こっちのガーゴの豊満なラインが出ていいね。チャームポイントを隠してはいけない。画面では、テンゴスおじさんが邪魔なチンコをちょん切り中なう。よし。さてここ、壁蹴り使えるしスピードも上げたし、飛び越え余裕ですが。こんなところまともに通れるわけないだろ、いい加減にしろ。とプレイ当時は乱心。そんなわけで加速。生き残るためには手段は選ばんもんね、ごっちゃん。ルンルン。いざ着陸。バカ野郎、お前、俺が降りるときは避けろ、お前。ああ、めちゃくちゃだよ。いっそ天井でニート生活始めっかな、俺もな。剣の一発。うん、美味しい。ちなみに武具強化ですが、防具は控えめ、武器はほどほどにやってく予定です。わーい、第2チェックポイントラー。じゃまた加速。お会計は8円不足になります。セーブ後は倒した敵がリスポンしてるぞ。超安全思考で稼ぎたい兄貴におすすめ。動画開始5分、まだ死亡ゼロ。これは成長と言ってよかろうか。宝。第2お宝。もう目の前、まず周りをお掃除しましょ。ん、やっぱ届かんか。ああ、あの排尿障害前後の鈴っちに矢をぶち込みてえぜ。まあええわ。虫だ虫、とりあえずお宝回収や。ブロンズアーマーゲッツ&装備。低グレードの防具ダサい。ダサくない？なんかかませの量産型っぽい配色だ。あ、やっぱ上が気になる。ゆっくり A 型だから仕方ない。さ、次やりましょう。切り替えが肝心。骨は弓で処理すべきなんだよな。お、いつの間にか財布がジェムでパンパンだぜ。このステージ、馬味なん。たぶん、たまたまと思います。待ってください。待って待って、待って、待って。ちょっと、集中力切れてんよ。あ、いたいたいた。近くの雑魚くらい倒しといてよね。うー、強化強化、と思ったけど。ここでジェム消費するの無駄じゃない？新武器まだだし。だよね。賢明な判断だ。賛成多数により中止。またとやばい初見殺しモブ。気をつけろよ、絶対だぞ。危険を理解しているゆっくりはやられる前にある。あのさ、言わな、書かなかったコメント。ちゃんとやられる前にやったから。死神の投げる二つの釜は、本体が生きてる限り永久に追尾してきます。必要につけ狙う釜？やっぱりホモじゃないか。いや、そんなことより巾着は、落としたの絶対ここだよね。消えた。だと？いや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 、なんで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 、おかしいでしょ？バグで床や天井を突き抜けたとか？待ってたら戻ってくるかな。
ぱいみたいですね。え、どうしてこれだ。ゆっくりの小銭入れはお星様になったんや。ほら、空を見上げてごらん。北斗七星の脇に必須三つ目のお宝ここかよ。ちょっと遅かったんちゃう。てかむしろ露出狂兄貴の位置取りおかしいだるるお。この先で前夜しておくべき。お入剣いそいそと装備&強化。お風呂はその辺にぽい。まあ、いいや。さあ試し切りの相手はどいつじゃ。いたいた。君に頼みがあるのだが、聞いてもらえるかな。やっぱ中野くんの余裕最高やな。ってわけでボス前です。でもお金、ちょっと余ってるね。サブ武器界に戻りました。準備 OK。 そんじゃ突撃白ステージボス、レイジングバンシー戦です。まずはスマッシュ側でフライング。ジムにのゆっくりがバンシー相手にフェアプレイなど不要だ。バンシー怒りの反撃開始。攻撃タイプは完全遠距離型。こちらも弓で応戦する。と思っていたの。近距離パワー型おじさんとかしてひたすらハック&スラッシュ。もう半分削ってしまったぜ。やっぱ中野剣最高やな。これもっと盛り上げんかい。オーディエンスはお前より右枠見てんぞ。回避はむずいがダメージ68。なんなんだ今のは。前ボスの二回りぬるいぞのエコ。機械はないだいだいとこっちの体力やばい。しかし相手もあとワンパンだぞ。近づいてくるとはわかめ。おやつの口がサイト。やりましたー。勝ったファイヤー全く意味なし。ちなみに右上のジフが荒ぶってたの、お気づきだったろうか。ふう、とりあえず予告通り、1パート1ステージクリアできました。え、勝った、え、勝った。とはいえ、ボスは弱体化してるし結局脳筋野獣プレイだし、盛り下がった感が否めない。次回以降、ボス戦はなんか軽く縛りいっとく？やっちまうぞ、お前。やっちゃいますか。やっちゃいましょうよ。見てて、作ってて、プレイしてて飽きのこない何かを取り入れたいです。それでは、今回もご視聴ありがとうございました。また会おう。皆さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。